よし、来週に持ち越しだ。こんなことあるか。ああ、2時50分から河原田から乗ったとして、乗ったとてだよな。うん、あ、そっか、こんなに混んでんだ。何かそれらかを作りたいっていう気持ちはあるんだけど、雨だしね。しかもこっから強くなってくるらしいんでね。明日も朝4時起きやし。そうか、そうか、そうか。うん。参ったね。23個で帰るのも尺やから、誘導の方で帰るか。なんだろう、この動画どうやって持ってこうな。ちょっと雨なんでね。あ、いいこと思いついた。そうやね、餃子さんから、依頼というか、垂れ込み情報というのがありましてですね、なんか被災ある牛トラに、なんか面白いガチャガチャがあるらしいという噂を聞きつけたんで、ちょっとそこに行ってみようかな、どうしようかなっていうのをね、いつ行こうかなっていうのをね、画策してたんですけど、今から行けばいいんだ。別にあそこだったら、そんな普通に行くんでね、移設するかって、行ってての、一番ね、考えてたんですけど、被災だとね、その普通からまだちょっと離れてますんでね、うん、せっかくだからそこに行くか。よし、そういう動画にしよう。これ4つ目にするの何なの、もう分かんねえや。あれどこだった、普通の被災のね、駅からちょっと離れたところなんですよね、うん、だから雨の日にちょっと歩いていくにはちょっとしんどいなっていうところなんですけど、別に車で行くんだったらいいや、結局だからそこ車で行くか。帰りに一瞬どっか伊勢鉄道に乗ろうかな。さあ、ってことでそれに行きましょう。なんかね、ガチャガチャガチャでね、やってたんですけど、なんて言ったらいいのかな、まあ、ガチャガチャって、いろんなパターンがあるんですよ。自前でね、景品を買ってカプセル詰めてってやってるところもあるのかもしれないんですけど、あれ結構そのリーズでやってるところが多いんですよね。だからガチャガチャで売ってる景品の内容とかそういうのに関しては、その、自宅先のところが全部管理やってるんで、置いてる、その家主さんとかオーナーさんは、よく分かりませんっていうケースが多いんですよ。私も、ガチャガチャのそういったのを置いてたこともあるんですよね。昔いた会社でガチャガチャが店頭に置いてあったのあったんですけど、それもそうっていう感じで、だからそのガチャガチャの中の家具とかはもうお店では持ってなくて、リースの人しか持ってないですよって言ったことで、そこで売り上げがいくら出ましたよっていうのがガチャガチャの中にたまるじゃないですか。で、そのたまった、うちの何パーセントかが、そのテナントさんに入ってくることで、置いとくだけでね、そのお金が入ってくるっていうのを小遣い稼ぎになるんでね、ちょうど、まあ別にその置くのにね、場所さえあれば、置いとけばいいだけなんで、便利だなっていうので、置いてたことがですね。で、その時とかにもあるんですけど、その置いてあるその、ですか、リース会議会がね、いろいろとあるんですよ。その中でも、その、なんか、被害のところにある、ところってやつは、かなりマニアックな、リース会議会のやつがあるらしくて、っていう噂を聞いたんで、で、だったらね、もう調べて帰ってよってところなのかもしれませんけど、たまたまね、機体の方って私、仕事で行ってた、こともあるんですけど、そのね、牛トラはね、多分ね、もっと昔、今
今牛トレラッピーって名前になってるんですけど、もう何度前だったと思うんだけど、学生時代とかにね、結構実は被災に行ってたんですよ、私。親戚が、遠縁ですけどね、かなり遠縁の親戚が、被災に、いたっていうのがあるのと、学校がね、うちの通っとった学校が、生徒会がね、被災農林高校と仲が良かったんですよね。うちらの誰だけかな、なんかよう遊びに行ってたんですよ。それで被災のところに行ったりして、それこそなんでだったっけ、なぜかあのレディオキューブ、今の、FM 三重の、でやった学生番組の、なんか取材の手伝い、なんか校長先生にインタビューを取るって言って、それの、なぜか手伝いを私がやりに行くとかありましたけど、いうのがあったりしましたけどね、うん、あれもなぜか人 なんで無事っていうありましたけどね。まあまあまあ、何だったっけ、まあ友達がその放送部の友達がおって、全然別の学校です。あいつどこだったっけ、被災農林ですがないのよ。津工業、津東じゃない、津西やったら津工業やな、確か津工業やったと思うの友達がおって、生徒会絡みで、こういう問題やつですけどね。で、だから放送部やっとって、で、なんか、被災農林高校に取材に行くみたいになったんですよ。で、なんだっけ、学祭の取材に行くっていうので、ところが、被災農林って今どうかわからないんですけど、いわゆるクローズドなんですよね。文化祭って、高校の文化祭ってね、大きく2パターンで、一般の人も入ってこれますよって言って、わーわーやるところと、基本的に学生さんオンリーで、外の人は入れませんよっていうパターンがあって、で、うちの何校もそうやね、クローズドタイプだったんですけど、一般の人は入れませんっていう形だったんですけど、その、被災農林もクローズタイプだったんですよ。だから外から人が入れねえよって言って、いや、その模様を取材するって言っても他校生入れやんやないかってなって、だから取材班が入れないよねみたいな話になったんだけど、でうちはその生徒会やってたんで、生徒会の交流っていう形でやっとそのね、丸々高校からの代表っていう形で、まあ、生徒会役員っていう形ですから、うん、その生徒会交流っていうので、まあ、特別枠みたいな感じで、その、中に入って取材ができるよと。というか、まあ、中に入って、その、入ることができるよ。じゃあ、おめえ、それ使って入ってきて、で、取材手伝ってくれみたいな話だったんだもんな。うん。まあまあまあ、どうせ、じゃね、普段行かない学校の学祭って楽しいですから、まあ友達も、被災農林には被災農林で、もう生徒会の関連で、友達がおったもんで、で、このバカが、あのバカが行くんだなんで、まあまあいいや、俺も、まあ、文化祭も行くの楽しいっていうので、生徒会代表とかっていう、過去をつけて行って、取材に手伝って、なんなら機材俺が持ってきたもんな、録音機材、機材持ってきたって記憶がありますけど、っていうようなことを言ってやってたのが、随分の昔の話なんですけど。